浜田藩は岩見国浜田周辺を領有した藩。藩長は浜田城に置かれた、浜田城に移築された津和の藩武家屋敷の門。岩見国は中国地方の大藩を領有していた毛利家の所領であった。しかし毛利家は、慶長5年の関ヶ原の戦いに敗北し、諏王国、長渡国の2国に原宝となる。その後、岩見は、 徳川氏の直轄領となるが、津和の藩に、坂崎直盛が入ると、坂崎家の管理下に置かれた。現名五年2月13日、伊勢松坂藩より、古田重春が、岩見国の一部、5万4千国を与えられて入法し、浜田藩が立藩した。藩長の置かれた、浜田城は、かつて、吉川家なども、陣屋を置かれとされる鴨山で、古田家が新たに築城したものである。 追記の際、かもという名は上知にふさわしくないとして、亀山に日名が改められ、城の別償は亀山城と呼ばれた。慶安元年、第二代藩主、古田和常は重心を残殺するというお家騒動を起こし、また死がなかったこともあって、海域となった。その後、浅野長春と亀井こ政が、浜田藩を管理したが、慶安2年8月12日、針間山崎藩より、 松平光栄が五万国で入法する。その後、五代にわたって、在封したが、第五代藩主、松平幸福時代の法歴9年1月15日、下佐小賀藩に転望される。代わって同地より、徳川四天皇の本田忠勝の着流である、本田忠明が五万国で入法した。これは、本田氏の一族である、本田忠中が前年に、 愚上騒動による連座で回域され、本家もそれに連座する形で左遷されたものである。第三代藩主、ただし祝時代の名は6年11月18日、三河岡崎藩へ違法される。代わって小賀藩から岡崎藩に転放されていた松平幸福が再度5万5千四百国で採封する。幸福は老中としての税金を称され、1万国の加増を受けた。 第三代藩主、孔勤の時代の天保7年移領党を仲介書とする李氏長鮮、清との密貿易が、間宮林蔵の密定により発覚し、孔勤は老中を罷免され出去されるという、竹島事件が起こる。このため、孔勤は失脚して、強制隠居処分に処され、第四代藩主、孔釈は天保7年3月12日に、道のくたなぐら藩へ。 懲罰的な天保となった。上野国立林藩より、第六代将軍、徳川家信の弟、清武を外する、落ち松平家の松平一しあが六万千国で入法した。第十五代将軍、吉信の実定であり、水戸徳川家から養子に入った第四代藩主、武宗は、慶応二年の第二次長州聖罰の時浜田口を担当し、 長州藩側の大村益次郎が指揮する軍にことごとく撃破された。浜田の町に長州軍が入った時には、竹荘は戦わずして、浜田城を放棄して松江城に逃れた。その後、竹荘は三正河国の飛び地まで逃れ、ここで鶴田藩を起こして明治維新を迎えた。この際に浜田の町は焼き払われ、浜田城も同時に海人に返した。その後、浜田は、 長州藩が占領し続けた。明治2年、藩籍奉還により隣接して同じく、長州藩の占領下にあった、旧幕府領、岩見銀山領と共に、大森県となり、さらに明治4年、県庁が浜田へ移転され、浜田県となった後、島根県に編入された。戸山5万4千国重春へ、久し府大五万国公営を学ぶ公員、安戸横福府大五万国中。 明忠光中宿財風五万五千国六万五千国降伏十四にした巣を守る自重大阪城大西の丸老中本丸老中皇帝公認公爵,公爵審判六万千国再圧した慶欅武生竹総鶴田藩は幕末から明治諸島まで存在した藩藩長は鶴田陣也に置かれた慶応2年第二次徴収征伐の際 松江城に逃れた松平武志僧は浜田藩の飛び地であった三作国久兵衛法上軍鶴田まで落ち延び幕府より倉前に万国を支給された翌慶応三年三正か国内に鶴田八千国に加え新たに所領に万国を与えられ二万八千国で立藩した慶応四年五月明治政府より過増があり最終的に六万千国の国高となった 鶴田藩は明治4年、廃藩地県により、鶴田県となったが、最終的に、日本全国で、鶴田藩の身が5箇条の御正門な法刀書に藩主、または、その代理の署名が行われないままの廃藩であった。その後、法条件を経て、岡山県に編入された。短期間存在した藩であったが、陣野門が現存する。三政家国の飛び治療については、下記の鶴田藩を参照。 明治維新後に、小北軍3村、勝南軍31村、久米北上軍22村、久米南上軍29村、愛田軍11村が加わった、水谷賢治、母親戦争と、朝敵反敗者の維新し P14、ありがとうございます。